クンテムルは、モンゴル帝国の第二十一代皇帝。モンゴルの年代記、黄金シズナでは、トグオーン、ひさし川の流れでは、コケテムルとも表記される。また、モンゴル年代記以外では、漢文史料の名実録で、羊猿町牧師、ティムール朝で編纂されたペルシア語史料では、と表記される。クンテムルの羊について、猛古源流をはじめとするモンゴル年代記は、 先代のエルベク・ハーンのことし、ティムール・朝で編纂されたペルシア語資料は、アリクブケけの人間であると記す。ただし、猛古源流が伝える君、テムル前後の経図は信憑性が低いため、君テムルがエルベクの息子であることを疑問視する説もある。モンゴル年代記によると、ウドシに、先代ハーンであるエルベクが殺害された後、ハーニーに着いたという。1400年には、猿王。 主体が、西南の役の最中、脱炭化岸クンテムルと、オイラ島、モンケテムルに使者を派遣した。オイラ島、モンケテムルの出自については、諸説あるが、モンゴル年代記において、先代のエルベクハーンを侵略したオゲチハシハであるという説がある。モンゴル年代記によると、馬年に、クンテムルは亡くなった。モンゴル年代記に記述はないが、明朝の記録によると、同年に、 鬼力赤が大波案に即位している。民主巻327列伝215が異国八だったんには、以下のような記述がある。しかも敵自脱公猛鳥牧事後、武卒踏んだ、子伝いたり羊猿蝶牧事、皆肘、不服地定合。有機力赤者三立、消化岩、作国号、推晶だったん,、うん。しかして敵は、トグステムルより、 公部族の統率者間に紛争があり、クンテムルに至るまで古代の首領はみんな殺されて、またその定合は知られない。その後、鬼緑赤というものがあって、位を奪って立ってハーンと称したが、彼は、大元という国語を使わず、ついに、ダッタンと称するようになったと言われる。民主巻二十七列伝215が異国八ダッタンこの記述をもとに、クンテムルハーンの死後、 オルクテムルハーンが大元からタタールに国名を変更したと説明されることもある。しかし、モンゴル側では引き続き自らをモンゴルと自称し続けており、エセンハーンやダヤンハーンは大元のハーンを自称していることから、民主のこのような記述は編纂者による創作に過ぎないと考えられる。ありがとうございます。